僕に噛みついて離さないというけれど、ゲスト方コメントをいただいてます。ご覧ください。須田君元気ですか？山崎健人です。普段どんなことして遊んでるんでしょう？二人とも古着が好きなので、一緒に古着屋になんか遊びに行ったり、なんか須田くん家に行って服を着て、あ、これいいっすねって持って帰ってます。だからまた服ください。メッセージでもなんでもないわ。こういうコメントならいらなかったでしょ、別に。あいつほんでちょっとカッコつけてますね。あ、そうなの？今の感じだと、あ、これカッコいいっすね、もらっていいっすか。いや、もうそんな低くないですよ。どんな感じなの？お、めっちゃいいじゃん、とか。そうなんだ、悪いな。意外だね。じゃあ須田君が、じゃあいいよいいよ、まあ、持ってけよ、みたいな。そうです。泊まりに来て、次の日遊びに行くってなったら、必ず自分の服は脱いで、俺のなんかを着て勝手に。だから朝眠いんで覚えてないんで、パッて見たら、それ全部俺のみたいな。勝手に着て、そのまま持って帰っちゃったりするんだ。愛が僕に噛みついて離さないというけれど、菅田将暉君がゲストで来てくれた時に VTR でね、出てくれて、そうですね、自ら告白してくれたじゃん。あの、須田君の家に行ったら大体洋服をパクって帰りますみたいな、はい、あれ本当なの？本当にパクってます。まあ昔ですけど、今はあれですけど、今自分で買うようにします。いや当たり前だけど。実はですね、その仲良しの須田さん、はい、普段の山崎さんがどんな様子なのか、はい、ちょっとお話を伺ってきました。ご覧ください。古着のお話をされてたと思うんですけど。あ、そうですね。でそれで、あの、今日本当持っとこうか迷ったんですけど、うちにその、まあ、ケンとか泊まりに来ます、はい、で次の日、まあ、出かけたり二人でしたりするときに、まあ、そうじゃないときもしっかりですよ、うん、僕の服を着て出ていくんで、あの、そうですね、ってことはお前の脱いだ服はどこにあるんだって俺の家にあるわけで、そ、ね、それがまあたまに溜まってるんで。あ、結構あるんですね。じゃあそうなんですよ、まあ、デニムと か, だかよくあいつは置いていけるなって俺は思うんですけど。年齢的には、年齢的に僕のが2個上なんですけど、この間俺もう本当笑っちゃったのが、もうまさきでいい。もうまさきでいい。先輩に。いや全然いいんですけど、そのもういいだろうって本人の中で区切りがついたんでしょうね。ない。急に。